にちは、大貫裕也です。ということで今日は僕が普段つけているジュエリーを紹介したいなと思います。で、今回紹介するジュエリーは有名なブランドなので知ってる方も多いのかなと思うんですけれど、トムウッドというブランドです。海外のアーティストとかが普段からずっと身につけているアクセサリー、ジュエリーっていうものがなんかすごくかっこいいなって思ってて、なんかそこにはすごいドラマみたいなものが見えるような気がしてて、男の妄想って言えば多分それでしかないと思うんですけど、まあでもなんかそういう世界観みたいなものがすごくかっこいいなって思ってて、自分といったらこれというか、そういうアクセサリー、ジュエリーが欲しいなと思ってで探し始めたのが、まあ、今回のきっかけなんですけれど、でそこで出会ったのが、トムウッドというブランドでした。でトムウッドは、ノルウェーのオスロという地域から誕生したブランドで、代表的なのがシグネットリングって言って、なんか自分の身分とか称号みたいなものを印字したリングっていうものがあったみたいで、それがシグネットリングっていうものらしいんですけど、そのシグネットリングを現代的にデザインし直したリングがすごく人気でというか、だからトムウッドといったらそのシグネットリングを思い浮かべる人は結構多いのかなと思うんですけれど、で今だとネックレスとかピアスとかも出してて、世界のこう著名人とかも愛用してるようなブランドなので、すごく知名度も人気もある、ブランドです。で僕はその中からピアスを選択しました。ふと思ったのが、自分の印象を少し変えたいなって思って、トゥモローランドでいろいろ見てる時にトムウッドのピアスを見つけて、もう即決でこれがいいって思って選んだものですね。これは素材はシルバーなんですけれど、厳密にはトムウッド特有のリサイクルシルバーになっていて、あの RJC っていう環境に配慮したものづくり、ジュエリーをなんかそういうものを大切にしているというか、そういうものを歌っている団体みたいなものがあるみたいで、トムウッドはそこに属しているブランドなんですけれど、そういうものを大切にしながら自分がいいと思ったこうジュエリーを作っていくっていう、なんかそういうデザインにそのデザイナーの思想みたいなものが乗っかっている、そういうブランドがすごく素敵だなと思っていて、まあ、シンプルにかっこいいなと思えるんですよね。僕がつけてるのもすごくシンプルなデザインのものだと思うんですけれど、決して他のものにはない唯一無二なものだと思ってるので、やっぱりジュエリーもそうだし洋服もそうだと思うけど、シンプルに気分上がるっていうことはすごく大事なことだと思ってるので、まあ、僕は割とこれをつけてるだけでなんかとても充実した気持ちにはなったりするんですよね。思いすぎかもしれないんですけど、ピアスってすごい顔の近くにあるものなので、すごく印象を与えやすいアクセサリーだったりもするので、こうおすすめです。イヤーカフとかもたくさん種類があるので、そういうもので探してみるのもすごくいいと思います。で今日なんですけれど、今日僕神保町の方に行こうかなと思ってて、マグニフっていう古本屋さんがあって、そこに行きたいんですよ。でそのお店も結構服好きだったり、そういうカルチャーとかおしゃれなものが好きな人は、まあ、多分知ってるんだろうなっていうくらいすごく有名なお店なんですけれど、こうメディアとかネットでは拾い上げれない部分っていうものが、そういう紙面とかアナログなものには残ってるのかなと思ってて、いい本とかいいインスピレーションがもらえればいいなと思って、これから行っていきたいと思います。